こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市西長良町にございますサンモール長田の2階部分201号室をご紹介させていただきます。こちらの物件なんですけども、非常にね、閑静な住宅地にある物件でして、単身の方やお二人暮らしの方にぴったりな内容のお部屋となっております。早速ね、教室の方からご紹介始めさせていただいておりまして、見ていただいておりますスペースが6畳のお部屋となります。いろいろね、設備ついてまして、例えばこちらの照明器具であったりですとか、もうね、実は旬にしてるんですけども、エアコン非常にね、気持ちいい風が出てきてますね。たっぷり使っていただけたらと思います。ね、クローゼットタイプの収納と収納タイプの収納というふうになっておりまして、非常に大きめなものがついております。こちらね、リビングの前に水回りをご紹介していきますね。はい、まずね、こちらのスペースがホトイレとなっております。ウォシュレット付きでね、とても綺麗なホトイレですね。はい、水回りといたしまして、まずね、こちらシャンプードレッサー、洗濯機置き場ですね。奥がお風呂場となります。乾燥もついてね、便利なお風呂ですね。はい、それではね、リビングの方に戻ってまいりまして、同じく照明器具ついているのを確認ください。こちらにね、ございます機械はモニターホンの呼気となっております。こちらにもね、エアコンあるんですよ。今ね、こうダブルでちょっとつけてみてるんですけど、すごいですね、すごい効きですね。もう本当に夏も冬も快適に過ごしていただけると思います。こちらがリビングについておりますバルコニーになりまして、バルコニーは南向きとなっております。またね、このバルコニーで使っておりますガラスなんですけども、ペアガラスになりまして、非常に防音効果や防湿効果の高いものとなっております。それではね、最後キッチン見ていただきます。キッチンもね、立派なものを努力しております。もちろんね、こういったレンジフードもございますし、発電所置き場もございます。調理スペースも大きめですね。シンクもしっかり作っております。シンクの横にね、少しスペースがございまして、どうなんですかね、ここコンセントもございますし、食洗機的なものを置いてもらってもいいですし、乾燥機的なものね、こう洗ったものをこう置いていくと、非常に便利だと思います。こちらにございますのが給湯器のリモコン、それからキッチン収納となっております。非常にね、こちらの物件、生活の、基準をね、作っていただくのにも大変便利な位置、それから内容だと思います。詳細の方をですね、私ども賃貸の正木のホームページでご確認の上、お早めのご連絡お待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力でお願いいたしております。ご視聴ありがとうございました。